何をしようかなって悩んだんだけど、この企画をやってみます。カバンの中身チェック。なんでこれをやろうと思ったかっていうと、リカの大好きなお友達のひまりちゃんがね、 YouTube をやっているから、どんなことをやったらいいかなって相談したら、カバンの中身を紹介するといいよって教えてくれたんだ。カバンの中身って見せたことがないからちょっと恥ずかしいけど、挑戦してみるね。リカ、おしゃれするのがとっても好きだから、バッグもたくさん持ってるの。全部紹介したいのは山々なんだけど、今日はこれって決めてるの。じゃじゃーん、リカがいつも学校に行くときのランドセルだよ。夢川のパープルの色が可愛いでしょ。見て、さりげなくロゴが入ってるの。リカの好きなお洋服とも相性がいいから、すっごく気に入ってるよ。じゃあ、中身を紹介しちゃいたいと思います。まずは、教科書とノート、時間割表も入れてるよ。あとは、筆箱と色鉛筆。この前、筆箱を忘れちゃった時に、ひまりちゃんが鉛筆を貸してくれたんだ。ひまりちゃんって優しいな。次は水分補給のための水筒、中にはお茶を入れてるよ。たまにメガネも使うよ。勉強に気合が入る気がするの。あ、これは見せるのどうしようかな。テストが入ってたんだけど、ちょっと恥ずかしい。椅子は100点でした。ちゃんと予習しててよかった。そして防犯ベル、緊急の時は鳴らすよ。これで全部紹介し終わったかな。あ、定規が入ってたわ。算数の授業で使うのよね。これがリカのカバンの中身です。学校に行く時はいつもこんな感じのものを持って行ってるよ。ではここでリカちゃんのカバンの中身クイズ。定規はどこにあるかわかるかな。ヒントは三角の形だよ。正解はこれ。はい、ということで今日はカバンの中身っていう企画をやってみたんだけど、どうだったかな。リカはこれからもいろんな企画に挑戦していくよ。また次の動画